よし。やるじゃねえか。
も。帰ったか。行くぞ、囚人。行きますよ、囚人。おう、帰ったか。
に。
よーし。こんにちは。ありがとう。ありがとう。よし。帰ったか。さみ。おい。
おい。
助かったぜ。よし。行くぞ。どうも。会心の敵だ、なぜだ。そうか。見るのですか？閲覧なさい。行こう。どうだろう。バカ。
なんということだ。この前のことですけど、本当にありがとうございました。自分のことも知ることができて、だからちゃんとお礼を言いたかったんです。家庭の問題に口挟みやがってよ。まだ言ってるよ。もちろんショックだったけどさ。でもそれで僕を引き取る気になったんでしょ。じゃあいいじゃん。いいじゃんって、お前が。もっと前に言ってくれれば脅されることもなかったのに。親とか師匠ってのは一生ついて回るもんなんだよ。俺もダメな両親のおかげで赤の他人に疲れたり、それを言い訳に。僕の父親はダメじゃないけど、ミリタリーショップの立派な店長だよ。うるせえ、分かってる。結局俺の一人相撲だったのか。生まれだの育ちだのそんなもんにとらわれてたのはよ。薫を見る目が歪んじまってたかもな。ガキの頃の思い出や腐ってた自分自身のせいで。許してあげるよ。お前なんか性格変わってねえか。どうしてここまで父に協力してくれたんですか。父から聞いたんです。津田さんの情報とか集めたんでしょ。その筋の人の揉め事に関わるなんて、普通そんな危険なことまでするかな。怪盗とかなら話はわかるんですけどね。義賊っていうの。怪盗って弱い者のために戦ってるんだし、みんないろいろ言ってるけど、僕は怪盗団をかっこいいと思ってて。あ、セクハラ教師の事件も囚人だし。カオル、時間だ。スーパーは閉まっちまうぞ。今日の晩飯、お前の当番だろ。やば、失礼します。ったく、ガキってな成長が早い。生意気に育っても困るが、面白いもんだな。さて、閉店準備だ。お前、シャッター下ろせ。津田も急に変わったよな。あんまニュースは見てねえけどよ、まさにあれが改心なんじゃねえか。津田が改心して助かんのは俺だ。だがそんな事情を知ってんのは他に誰がいる。
するかな。まあ安心しろ、あんなもんの正体なんざ知ったことじゃねえ。だが騙されたもんだぜ。マニアだかなんだかはブラフだったんだな。ただの手駒で雇ったのに、いつの間にかカオルの兄貴分か。その怪盗団ってのは俺の銃で悪党を倒してんだろ。困ってる奴を助けるためか。面白い。例の特別メニュー、今まで以上に力入れてやってやるよ。借り作ったままは嫌なんだ。お前だけにとっておきの仕事をしてやる。それが俺にできる支援だからな。今こそ何時、軽視者の究極なる非王に目覚めたり、無人の力を何時に与えん。よしよし。だがモデルガンで何すんだ。鉄火場に必要なのはエアガンだろ。ナイフもレプリカにすぎん。デパートの包丁より役に立たねえぞ。本当に変わったやつだぜ。閉店準備の途中だったな。さてやるか。またな。会心の敵だ、なぜだ。行こう。まだまだ未熟だが、ようやく満足できる絵が描けた。そう、これが本当の人間の心だ。タイトルは欲望と希望。どうだろう。前の絵に足りなかった部分を描き足した。この光はお前たちだ。タイトルでは希望、でも俺の中ではもっと明確な存在だ。こんなことに今まで気づけなかったとは。おお、あなた、いい絵だ。え、この前見たく、むやみに木を照らっているわけじゃない。同じ絵でこうも変わるものか。これが君の出した答えかね。そうです。欲望と希望。なるほど。履修どちらも合わせ持っての人間だな。君は理解したようだね。あなたは一体。すまない、君に喝を入れるつもりとはいえ少々乱暴だった。でもこうでも言わないと君の闘争心には火がつかないと思ってね。でもどうしてそこまで。一体何が目的なんです。同じまだらめの呪縛から解放された者として何かしてやりたかった。それだけだ。え、以前私がまだらめの客を取ったとかで目をつけられてな。個展を開こうにも会場は貸してもらえない。支援事業も立ち行かず新さんをなめたよ。
人の心は様々な欲望にまみれ、時に黒く塗りつぶされてしまう。でも君にはそこから目をそらさず立ち向かう強さがあったようだ。もしその強さがあいつにもあったなら。私とマダラメとの付き合いは長くてね、画学生の時から同じ画塾で講師もやった。昔はあいつも気概があってな。いつか自分の腕で画壇の頂点を目指すと。だが画壇なんて所詮権力争い、うまく立ち回った者勝ちだ。私たちの心もこんな風に黒く汚れていった。しかし人の心は不思議だ。白と黒ではっきり分けられない。子供嫌いのあいつが君を引き取ったと聞いた時はびっくりしたよ。疎遠になる少し前のことだ。子供が熱を出した、休日で病院も閉まってるなんて大慌てで電話してきたもんだ。そんな、先生が。私はもうこの世界から私のような敗者もあいつのような間違った強者も生みたくない。そのために支援事業を始めたんだ。どうだろう、うちの出資を受けてみては。もちろん強引なプロデュースもなしだ。本当にありがたいお話、ご厚意感謝します。ですがお断りします。なぜだね。俺はマダラメとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。迷えば手を差し伸べ、間違えばいさめてくれる。そんな希望の光が彼らがいれば俺は大丈夫です。まったく、あいつの目利きは大したもんだ。変わった人だったな。確かに少しもったいないことをしたな。だがこれで良いとも思っている。我ながら矛盾してるが、これが心なのだろう。面白い。やはりこれこそが俺の描くべきものだ。きっと俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うが、なぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当にありがとう。我は絆を今こそ何時皇帝の究極なる秘宝に目覚めたり、無人の力を何時に与えん。よしよし、俺に宿るペルソナ、新たな力に目覚めたか。よし、スランプを抜けたからには書けなかった分を取り返さないと。改めて俺はお前に誓おう。お前が何かにつまずいた時には必ず手を差し伸べると。さあ行こうか。心ってものをもっと知るためにも、今は怪盗家業に励まなくちゃな。帰ったか。おう。なあ、
お？いいか？ナナ。なるほど。うんうん。へえ。そうだな。さてと。ベランダの鳩を何とかしてくれ。それと寮の門限の緩和だ。鳩は平和の象徴よ。規則は規則、門限を守りなさい。規則がなんだ。俺は子供じゃないぞ。我慢できない。彼女に会いたい。いらっしゃい。どうも。さてと。
。こんなところか。遊びに来な。よし。
また。どれにします？
グフフ。いらっしゃい。どうも。さてと。Thank you.
遊びに来な。やれやれ。高い。
確かにちょっと異常だよな。どうなってんだ。ナナ、おい、よーし。なんだよ、よーし。ゆっくり見ていってください。終了ね。